高木豊です。高木です。お願いします。豊さんって、はい、趣味とかあるんですか。今ゴルフですか。今ゴルフ。今ゴルフだな。じゃあ現役の時ってハマってたもんとかあります。ゴルフね。え、やるんですか。ゲームってこっちテレビゲームみたいな。もちろん。キャンプでも持ち込んで。マジっすか。キャンプうちテレビ繋いでやってて、まだファミコンの時代で。意外っすね。俺の今の状態だったらそうかもわかんない。若い時あったの。とか言って。レジェンドもやる。やる。あれ、なんか接触悪いな。ちなみに何やられたんですか。ゲームの、まあ、カセットというか、いろいろあるじゃないですか。テニス。え、そのやっぱの意味が分かんない。テニスが一番クオリティ高かった。あの頃。あ、当時のゲームでテニスのゲームが一番クオリティ。ゴルフとかさ、マッケンドーとかさ。ああいう時代だ。結構やり込んでたんすか。もうこれはもうプロ級だったよ。まさかのマッケンドーが来ても勝ってた。ゲームだったら勝てた。いやもちろん。でもお前寂しい時があってさ、後輩の白井っていうピッチャーがいたの。クリスマスにケーキ買ってきて半分切って分けっこしてテニスやりながら勝った方が一口目よっしゃーみたいな。なんかそれ野郎同士ですよね。野郎同士寂しい。でも熱かったよ。一口食べれないよ。いやだけど野球もやったよ。あ、野球ゲーム。ファミスタとか。ファミスタなのかな。このベース板の外すらとかこうやって掴む。それモイロプロ野球じゃないですか。そうか。打てないとバットが届かない。このベースの後ろの角にかする。それ微妙なんだよ。操作ミスでちょっとわー入ったーみたいなのある。その後は馬。あー、ダビスタ的な。あー、そうそう。育てる。もう体重紙に書いてさ。あー、ごめん。ちょっと買えばこういうやりすぎたみたいな。その辺の教育法がね、しっかりこの息子さんたちに。あ、そういうこと。なるほど。バカ主がやっぱ育ててない。育ててない。ブロックですよ。テトリス。いや、テトリスはその後、その前にボールみたいなのがあって、ポン、ピョン、ピンボール、ピョン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 、それからだから、俺ら大学時代。なるほど。最初見た時、何事かと思ってたの。角から取っていけって。角をこうやって、ピョン、ピョンとか取ってたら、上に入るじゃん。そうです。ピョン、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 どうしたんだみたいな。いつ出てくんだみたいな。ゲーム好きだよ。だから意外にキャンプ地に持ってったっていうのは初めてぐらいだと思う。ゲーム本体を。だから買ってなかった。ゲームのおかげで守備が良くなったんですよ。さっきこのメロディー。それでやっぱ動体視力。全然じゃない。でもさ、一番笑ったのはさ、うちの実家にみんな集まって子供がまだ小さい頃、なんかこうジャンプとかあってワーンとか飛ぶじゃん。そしたらなんかこう距離が出るとか、そういうゲームがあるじゃん。任天堂かなんか。テニスもこうやって自分がやってるよ。今考えるとさ、正月にさ、ばあちゃんじいちゃんこうやってやるんだって孫に教えてるんだけど、こうやってじじいがさ、はい、飛んでんだよ。おかしくない。横で見てたら微笑ましいよ。微笑ましいですよ。ゆきちゃんが失敗するとばあちゃんが出てきてさ、いやそうじゃないでしょうね。ばあちゃんが、おい、おかしくない。面白い。絵は面白い。絵は最高じゃないですか。おじゃうちの姉ちゃんまで出てきて、お母さん違うのよ。ボーイ一緒ですよ。違いが分かんないですよ。でも一番子供がうまかった。誰が見本やねんみたいな。またちょっとやってほしいですよね、この今のこの現代のゲーム。確かにね。じゃあお前対決だよ。おい、おお。ゲームだったら僕ら勝っちゃうかもしれない。俺はお前守備オートだ。いや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 、やったるやないか。いやー、これで高くやったらこいつすんな。おー、やばいやばいやばい。おー、柄悪